美術館に行くと。今日やってきたのは駅から3分静岡市美術館、11月7日まで開催のグランマモーゼス展、素敵な100年人生。シビのね、このロゴめっちゃかっこよくて好きなんですよね。このモザイクタイルたちも実は市民とワークショップを通じて作成されたものだそうです。さて、美術展おばあちゃん作品で行ってきましたよ。ステッチから始まって、アメリカンポップアートの傍ら小さな世界観を描いたモーゼスおばあちゃん。絵柄は素朴でイエベで、お菓子のカンカンみたいな絵たち。20世紀後半、民衆がアートを知ったあの頃、たった一人の心の中を具現化させてくれたような小さな幸せの詰め合わせ展示でした。